おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はブドウを4種類育てていますので、その5月の様子をお届けしたいと思います。まず最初にお届けするのがシャインマスカットになります。このシャインマスカットは2022年4月26日付で定食動画をお届けさせていただきました。鉢植えにして2年間育てていて、今年で3年目に入ります。そろそろ花芽が出てくる時期なんですけれども、今年も花芽はつきませんでした。その要因として考えられるのが、かなり大きくなってきましたので、元を見ますと鉢増しをいたしました。10号鉢から12号鉢まで大きくしたので、再び根の周りが良くなり、成長の方に栄養を取られたものと考えています。このように目数を制限してある程度絞ったのですが、残念ながら花芽はつきませんでした。背丈も1メートル50センチまで上がっていますので、来年に期待をしていきたいと思います。そしてこちらがデラウェアになります。こちらは2023年の7月7日付で定食動画をお届けさせていただきました。鉢に定食してからちょうど1年経ちましたが、見事にこのように開花することができました。この後咲いているお花を間引きながら栄養を集中させ収穫までしていきたいと思います。試しにこのように一つの枝からいくつもの花房がついています。これを間引いていきます。良さそうなのを見ます。こちらが実つきが良さそうですので、前後の2つを切ってしまいます。そして脇から出る花芽もありますので、これを一つに間引きます。こうすることによってこちらのお花に栄養が集中することになります。もう一つやってみます。それではこちらでもやってみます。まずこちらですね、残す花芽はこちらの元の一番大きいやつを残していきたいと思います。その前にあるこれを取ってしまいます。そしてこちらのお花ですね、こちらを大きくしたいので、こちらは上のやつはここで切ってしまいます。こうすることによってこの一枝からできた栄養をすべてこちらに集中させることができます。そしてこちらが山ぶどうの仲間である一歳ぶどうになります。山ぶどうの選抜種で実つきもよく大変おいしいぶどうになるようです。こちらも2023年の5月3日付で定食動画をお届けさせていただきました。まだ鉢植えしてから1年ほどしか経ってませんので、やはり花芽はつくことがありませんでした。再び育てながら来年の開花を待ちたいと思います。そしてこちらが一番新しく植え付けた巨峰になります。こちらも2024年の3月26日付で定食動画をお届けさせていただきました。定食してから2、3ヶ月しか経っていませんが、このように新芽が出て脇枝もいくつか出てます。本来でしたらすぐ脇枝を切りたいんですけども、できるだけ株に栄養をつけさせて大きくしたいので、このように出てきた脇芽をそのまま育てていこうと思います。年を越しましたら、こちらの根元にあるこちらの2本ですね、こちらとこちらですね、こちらは剪定をして取り除いていきたいと思います。ここにも一つ芽があるんですけども、これも残すこととします。将来的にはこちらのリコポンを伸ばして棚を下段と上段2つに作って実をならせていきたいと思います。今回は4種類のブドウの5月の様子をお届けさせていただきました。ブドウはなかなか定食してから実をならせるまで2年から3年以上かかります。鉢植えにするとその年数を縮めることができますが、やはり2年から3年はかかるように思います。この後も成長の様子をお届けしていきますので、よろしければご覧になってください。今回はブドウ4種類、
5月の様子をお届けさせていただきました。チャンネル登録、そして高評価をしていただきますと励みになります。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。